白鳥踊り像白鳥踊りは、岐阜県郡上市白鳥町で開催される伝統的な盆踊りである。古くは、若い男女が踊りを通じ心を触れ合わせる場として存在し、現在も多くの人々に親しみ続けられている。いつ始まったかは定かではないが、約400年前より踊られていたと伝えられている。テンポが早く、若者にも人気がある。別名、白鳥マンボとも呼ばれている。 各会場に、キリコ道路を吊るしてその下で踊る。お盆に吊るし、仏教に深いつながりがあるキリコ道路は、神仏集合の時代に長崎白山神社の拝殿に吊るされたことから、各地の神社でも吊るされるようになったと言い伝えられており、白山信仰の深さが伺われる。踊り、屋台にも、キリコ道路が飾られている。踊り会場は、白鳥町内の市街地で行われる。近年では、 白鳥市街地をだけでなく、糸白でも行われる。白鳥踊り変装を踊り、コンクールが、白鳥踊りの締めとして9月第4土曜日、開催されている。2010年で64回目、本年度は9月25日、変装踊りの元祖と言われている。 変装踊り紹介 hphttp コロンスラッシュスラッシュ hensouodori.com スラッシュインデックスドット .html ゲ介さん、しっちょい、猫の子、八坂、神代、よ、坂へ、老坂近年は、配イ踊りより、その差が踊られる。アンコールでも用いられる。以前は、九条踊りの川崎や春駒も踊られていたが、 近年では演奏されることはない。踊り、会場が町内各地を移動するため、1972年に株式会社、鈴賢の寄付により移動式の踊り、屋台が作成された。総ケ焼き作りで屋台上部の屋根が昇降式になっている。屋台倉庫格納時や移動時においては製作にあたり、ケ焼の巨木を購入し、宮大工白石ため、 二郎の手によりすべてその木から作り上げている。完成時には、地後行列を行い、踊り屋台を鈴県本社のある名古屋まで運び、広工事にてお披露目を行った。平成20年には踊り、屋台に未完成のままであった木花が取り付けられ、完全な形となり使用されている。神社の拝殿に吊るされた切子道路の下で踊られていたもので、温度取りも踊りの輪に加わり、 踊り子たちの下駄の音で調子を取り踊られる。盆踊りの原型とも考えられる形式である。発祥は不明であるが、白鳥踊りの初期は、ハイデン踊りが踊られていたと考えられる。場所踊り、エッサッササノサ、ドッコイサ、ツーツーレロレロ等。近年は、白鳥踊りの曲目を温度のみで踊ることもある。白鳥郵便局白鳥踊りにちなんだ風景員が配備されている。 ありがとうございます。